枝がミラーに当たっちゃった。はい、どうもマーでーす。なんか久しぶりの動画で緊張しますけれども、今日は大阪の四条縄手と奈良の生駒方面から。どっちだ、大阪のね、片野に抜ける山道をただ走るだけっていう動画になっております。まあね、最近ちょっと生放送がしたいであんまり動画上げてなかったんですけど、なんだろう、大阪っていうとこういうあんまり山道をねがないようなイメージがあるんですけど、まあ、大阪市ではないんですけどね、一応ここから片野市なんですけれども、大阪にはこういう道もありますよっていう感じで見ていただければいいかなと思います。まだこの辺広いんですが、若干ちょっと狭いところがあって、ところどころね結構狭くなるんですよね。ここあ、僕も久しぶりに走ったんですけど、この時期は木がねすごい育つので、葉っぱとかがね、枝とかが出てきて余計いつもより狭く感じましたね。ただこっち側は隣が川なのでどうなんだろう。短い区間なんですけど、結構こう大型車もねバンバン通るんで、ね、自転車とか普通にいるんで怖いんですよ。一気にね、トンネル抜けると狭くなって、ほら枝がミラーに当たっちゃった。ごそうって言いました。まあよくあるんですけど。止まってくれるトラックは優しいですね。ありがたい。ちゃんとお礼を言って。先の見えないカーブってのは怖いですね。どこ行ってもですけども。もう今年も暑いせいか木がめっちゃ育ってきてね。
機もね1台いましたけど、すっごいさセンター膨れながら曲がってくる乗用車が一番怖いんですよね、こういうとこ走ってると。枠いっぱいいっぱいで曲がらないと内輪差で今度左側が当たっちゃうっていう、ね、でもこの辺はね水も綺麗ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあね、もう山道はないので、まあ、そうだな、あとはこの先の踏切ぐらいかな。でね、この道なんかこう国道168号線なんですけど、ものすごい交通量が多いんですよね。材木積んだトレーラーいる。この先の何ていうの、線路のところがこう鋭角になってて、わ、この見えないかカメラじゃ、一番前ねトレーラーが止まってますけど。前から車が来ると曲がれないっていう。確かね、僕も数回通っただけであんまり記憶にないんであれなんですけど、あかんなっちゃった。はい、そんなわけでね、青になったんで行ってみましょう。たまたま車が来ないからこう曲がれるけど、結構頭出さないと曲がれないんでね、あまり好きじゃないです、ね、はい、そんなわけでね、久しぶりの動画はいかがだったでしょうか。最近ね、いつも生放送主体でやってるので、まあよかったらね、まもなく秦野市消防署前を右方向です。なんだろう、お気軽にコメント等いただけるとありがたいでございます。わ、ここ細いな、なんか。あとね、ツイッターなんかもやってますんで、よかったらフォローしてください。はい、そんなわけでね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイでした。バイバイ。